師匠。おい。お願いします。じゃん。石川由美様やないかい。はい。石川由美様とか石川由美様のことをツイートしたツイートな。うんうん。久しぶりに石川由美氏のツイートを見てみた。10月30日に赤削除宣言していこう。ツイッターなくなれみたいに言ってたね。ツイッターなくなれってこのまんまって言って。その後に。でもなくなったらツイートしたくなるんだろうなとかも言ってたね、うん、依存症やな、うん、依存症やな石川さんはな、うん、どこの国の人やねみたいなね名前ね依存症さんね、ツイッターで他人に一応へばりついてるやつと引用で晒すも5日でいいね10もはや支持者からの共感というか興味も失ってる模様さ、いいねがつかないんだってほんまやな、うんうん、まあ45ついてるのかこれは。なんとかワークについてずっと考えてること、初詣でこれをお願いしたんです。ツイッターが早くなくなりますように。あ、じゃあやめたらいいだけなのになえ、頭大丈夫この人え、なんえ、ま、前の動画と同じこと言うことになるけど、え、なんなんこれ。初詣でお願いしたんやって。え、師匠、うん、師匠、はい、これ、え、これ11月のツイートですよね。師匠、すいません、初詣って弟子の記憶が正しければ1月だと思うんですよ。そうな、初詣が10月っていうのは聞いたことないから。うん、やっぱあれやろな、1月に言ってたんやな、うん、じゃあ11ヶ月も、うん、まあ途中やめたりしたりしてたけど、でもそれはやめたんじゃなくてさやめたんじゃなくてのやつでしょ。言ったら酒やめるにしてもさ、うん、1ヶ月でやめてたよとか、1ヶ月っていう話やんな。うんうんうん、ツイッターで他人に一生へばりついてるやつなんて誠実不誠実以前の問題ですよね。え、お前やんな。え、投げた？しょ、これ投げたやつ投げたやつですよね、これ。そういうことやんな。え、投げて、自分投げて、この、何ですっけ、この、絵文字？絵文字の顔して、うん、こうあの指立てて帰ってきた感じ。ブーメランですね。いわゆるね。すげえな。やべえな。うん。もうなんか。まあ、っていうか、まあ、主題はそこじゃない。ついつい内容にびっくりしてしもたんやけどさ、うん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 、主題はそこじゃなくて、いいねが8とかさ、うんうん、10とかさ、うん、あれって石川様って、かつてはついべみの女王とか呼ばれてたのに、もう面影なしってとこなんや。内容にびっくりしたな、お前。初詣でツイッターが早くなくなりますようにって言ってたってびっくりしたよね。ごめんなさい。ちょっとな。いや、もうちょっと。あれ？これちょっとこれ、俺、この動画のタイトル、なんとなく石川恵美様、過去の栄光から陥落みたいな、そういう感じにしよう思ってたけど、うん、こっちで行くわ、この初詣で。ツイッターがなくなることをお願いしてたご様子っていうのを主題にしたいと思います。びっくり、ちょっと今びっくりした、マジで。あ、弟子採用採用だって本当にびっくりした。いや、もうあまりに衝撃で、師匠、うん、あれ私のカレンダーがおかしいのかなって一瞬疑っちゃったんですよ。あれ、ヘミ様とカレンダー違うのかなって。でさ、ほんまにさ、うん、前ほんま同じ、この前の動画と同じこと言ったと思うんだけどこの前の動画でも、うんうんうん、他人頼みの
だからツイッターがなくなること頼みなのよ、うん、でツイッターっていう、まあ言ったらでかい企業なわけは、まあ、あのリストラで何千人、3500人リストラされたといえ、それでも3000人以上が残ってる企業なわけやんか、何百億円ね、400億円で買収したかなんか忘れたけどさ、もっとか、なんかそんな規模で買収される規模の企業のやってることが、企業がなくなること頼みなんや、うん、まあなくなる可能性もなくはないけど、なくならへんやん、うん、じゃあさ自分が辞めた方が早くね、師匠、うん、無理、そうなんやろな。でも石川さんの中では石川さん自身がツイッターをやめることよりも、うん、ツイッター社そのものがなくなる方が軽いことなんやな。あっていうことやっけ。あとはやっぱ師匠、うん、数年後、うん、自分でこれやめちゃったら自分の意思じゃないですか。でもツイッターそのものがなくなれば私の意思じゃ私の意思じゃなかったって言いたいかな、はい、なるほどね、ツイッターがなくなったからでって言えるからかな、うん、はあ。意味が分かります。だからあれ、酒とかタバコもやめられへん言うてるわけやんか、うん、一応だからやめてる最中なんか知らんけどさ、うんうん、まあ、そのことについては俺が詳しく語りましたけどね、うん、石川様へのアドバイスをしましたけどね、うんうん、だから酒があることが悪いんやろな多分な、うんうん、石川さんの中ではで、タバコがあることが悪いんやろな、うんうん、そういうことやろ、はい、すげえな。さすがに酒なくなれとは言えへんから、うん、なくなりもせえへんやろし、さすがにツイッターなくなるよりも酒はなくならへんやろから、うん、だからでも思ってんやろな心の中では、私が悪くないの精神やんか、こういう人ら、うんうん、全員私は悪くない、酒があるのが悪いんだ、タバコがあるのが悪いんだ、ツイッターがあるのが悪いんだやから、そういう考えなんやろな、うん、すげえな、はい、幸せやなある意味な。羨ましくはないけど、あーなんかすげえなと思う、幸せやな、だって人のせいにして生きていけんやん、一生人のせいにできんやろこいつら、うんうん、楽やねん、楽じゃんだって、うん、幸せにはならんよ。だってずっと不満は残るわけやから。うんうん。一瞬ずーっと不満なんやから。人のせいにしてるから。うん。満足することなんてないやん。うん。なんか不満が出てきたら、この相手のせいだって思ってる限り、思ってんやから、うん、何が起こってもその人のせいなんやろ？相手のせいなんやろ？うんうんうん。絶対不満はなくならへんやん。幸せにはならんけど楽やなとは思う。だって自分からなんかその不満を解消するっていう発想がないんやろ、そもそも。ないですね。ツイッターやめたらええだけの話なのに。それすらもできひん人間なんやから。ああ、楽な生き方やね。で、うん、ツイッターがなくなること頼みで生きていけばええんやから。で、それを神様にもお願いしてしまうぐらいなんやから。すごい北だから大事なとこ師匠、すげえ生き方だな。以上です。はーい。